本動画は絶賛配信中のウルトラマン、マーベルコラボ漫画である、ウルトラマンアロング・ケイム・ア・スパイダーマンの内容に触れるネタバレありの動画となっています。公式サイトでの読用後の視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。B インフィニティガントレット侍、ピーターに被弾させちゃダメな理由どっちかに絞った方がいいと思う。ウルトラマンは作戦を遂行しているだけなのでは。って困惑した。ミサイルが当たったら強化されるからで別に怪獣を守ったわけじゃないのでは。コスモスにある。防衛軍が無能で悪いように描かれてるのがコスモス的だな。防衛軍はなんだ通信妨害でもされてたのか。防衛軍が対処間違えちゃったってのはスカイドンでもあったな。気のせいか。ガジワジワ来る。改めて見たらなんかダメだった。そもそも生息地域が違うから持ち込んだのがいるんでない？熱があると際限なく巨大化する生物ってやばくね。本来は海底に住んでるから本来ありえないんだよな。しかしピーター・パーカーの方とピーター怪獣の方でややこしいな。アイアンマンと違ってウルトラマンはすごい。日本のヒーローの勇姿にスパイダーマンも涙。ピーターの性質をウルトラマンとの戦いの中での脅威にするところまではいいと思う。藤田委員が変なこと言うからスパイディ勘違いしちゃったじゃん。ピーターも暴れたくてでかくなってるわけではないから、とかそういう解釈。マーベルヒーローと違ってウルトラマンすごい、に持っていこうとしてなんか変なことになってる気がします。やっぱりトニーに言わせたことはウルトラマンは違うって前振りだったな。このためにアイアンマンにわざわざ不自然なセリフを。海外の反応、日本の文化に感動、動画を見た時のような気まずさがある。場合によってはそういう時もあるよってだけでいつも敵を救ってると勘違いしないでねピーター。これは明らかに人間が悪いだろって時でも割と容赦なく怪獣倒してるよねウルトラマン。シリーズにもよるけど。ジャミラとかも容赦ない。人間が悪い場合でもそれが無関係の市民にも被害が及ぶなら倒すのがマン兄さんだよ。ジャミラとか倒せてないけどウーとかはそんな感じ。ゴモラの件とか 100% 人間の身勝手だからね。人間が悪いだろこれ。って悩むのはカイマンあたりからだよね。初代のゴモラは麻酔はずもうないし暴れて手がつけられないから倒すしかないケースだから。人類側も終わった後に後悔してるし。初代だけで見たら救ったことないんじゃない。シーボーズとか。スカイドンだって殺されたぞ。一度目はやれることやってで二度目はもうどうのしようもない落下地点によっては惨事だし。多分マーベルファンを装ったウルトラマンアンチが粘着し始めると思う。失礼なマーベルアンチも来るぞ。アンチ関係なく今回の話結構変だったと思う。両方のファンだけど今回の話には首をかしげる。マーベルの漫画微妙なの多くない？コラボってそういうもんかもしれないけど、正直どっちの読み込みも足りてないんじゃ？まあ結局こんだけスレが荒れてるのが作品の出来を端的に表してるわな。同じアメコミ題材漫画でもデッドプール2部のスレは毎回ポジティブな方向で盛り上がってるのに。面白いウルトラマンとのコラボを読みたいならアメコミ版読んだ方が良いかもしれん。なんでマーベル側が出した方がウルトラマンも大事にしてんですかね。お祭り期待してたらウルトラマンが新規臭い話の時のあれじゃんってなった。アメコミの新規臭い時とウルトラマンの新規臭い時のあれを合体させちゃダメだよ。アメコミ側がお祭り的な東映漫画祭りコラボだったからじゃない？パクリデッキ発言みたく松本先生の良くないところが出てるのか作画が意図したことと違うのか。松本先生は連人でもだいぶダメ寄りだったからな。コラボさせた結果変な部分が生まれたとかじゃなく双方のヒーローの単独パートだけでも十分変なこと起きてるのはだいぶ不安。どっちも好きじゃない人にやらせたんじゃねえかなってなる。ウルトラマンよりウルトラ級好きな人にやらせたでしょ。ウルトラマンが好きかとかマーベルが好きかとかじゃなくて普通に漫画が下手ってケースだと思うよ今回。まあ不慣れだからだろう。マーベルとつぶらや双方の監修は受けてるだろうし今後や今後。一応コロコロだから怪獣殺しちゃダメ的な制約があるってわけではない。よね。攻撃すると怪獣が巨大化するからやめて、ウルトラマンは怪獣を守るために誘導弾を防いだの。これ両方藤田委員の発言。藤田委員が混乱のもとすぎる。やってること自体はウルトラマン的にごく一般的な流れなのにこの人の発言が尻滅裂なせいで。卵を売って上陸したとかの説明が必要なのでは。そもそもピーターが暴れてる理由って説明されてたっけ？そういうことか。藤田委員が勝手に言ってるだけだこれ。あとアベンジャーズと違う。をやりたいのかどうなのかわからん。読者はこの時点で合理的な判断のためってわかっちゃってるのダメじゃない？まあ藤田委員が勝手にそう解釈してるってだけってことで。
今後普通に八崎降臨とかで怪獣真っ二つにして思ってたんと違うってなるかもしれんし、基本的に人間はウルトラマンが何考えてるかわからなくて言動から推察するしかないから、ああいう変な解釈されてるのかなって。いや、ウルトラマンは神ではない。これ以上で隠しないためにかばっただけだろ。ウルトラマン、なん勝手に優しい内心想像してんだよ。怪獣を倒そうとしないのが良いとかダメなんて話ではない。ミサイルがダメな理由を一回説明した上でそれを阻止したウルトラマンすごいってなってるところに全然違う理由語られるから混乱するんだよ。変身中のウルトラマンに家督隊の呼びかけは通じない設定なのかな。聞こえてるんだとしたら藤隊員がスパイディに話したことは完全に的外れで、お前の忠告を聞いただけだよってことになるんだけど。ああ、わかった。これスパイダーマンだけが勘違いしてるんじゃないって読者に分からせるために藤隊員が尻滅裂なこと言ってるんだ。普通に考えて一番最初の展開でこれやるんだから、この後いや必ずしもそうではないよとかそういう展開になると考える方が自然ではないか。やるとしたら多分早田本人とピーターが開口して、いやあれは敵の性質を鑑みてだよって言わせるとか。ラスト7ページがスパイディの勘違いで進んでるんだとしたらギャグすぎる。本当に全部の怪獣救ってるとか言われてもええってなるし、できる限り救ってるだけだって言われてもトニーと一緒だねで終わりだ。トニー・スタークってどっちかというと目の前の人見捨てられなくて悩んだ末に先に逃げるタイプのヒーローじゃねえかなって思うんだよ。逆にこういう話したいならダイナマイト上出して、彼は僕の友達なんだ、殺さないでくれって言わせるとかさ。それを聞いたウルトラマンが海に返してあげるとかならわかるんだよ。マン兄さん、あなたそういうキャラでしたか。無条件で救うやつが八崎降臨使うかよ。ウルトラマンこんなんだっけ。これに関してはこの世界のウルトラマン覇行で説明つく。全てを救う系のヒーローとしてマン兄さんチョイスするのだいぶ疑問ある。こういうクロスオーバーやグローバル展開になるとマン兄さんが選ばれる割にはウルトラシリーズとしての最大公約数イメージになって初代ウルトラマンとしての魅力は弱いのが難点だなと思う。やっぱ新ウルトラは初代ウルトラマンのキャラクター性に焦点を当てること成功してる感じある。日本でも指折りのウルトラマンオタクが全力で作ったからな。これがニューヨークだったらウルトラマンとピーターの八百長とか言い出されちまう。どちらを救うかってジョーカーみたいなことするメフィラスが出るんだろう。俺は詳しいんだ。早田隊員ウルトラマン本編だと比較的中立的な正義の人というのは一貫してると思う。家督隊として正しい描写が何かって言ったら、井出隊員がピーター縮小弾を持ってくること。藤隊員がかわいすぎでは。もう面倒だからウルトラマンとスパイディを戦わせましょう。まあ最初衝突するのは定番だからな。生き残った方が我々の敵になります。3話でも決着つかないのはテンポ悪い。最新話でもまだ決着つかねえのかよって感想がまず先に来た。